ごめん、また切れた。ごめんね。ごめんよ、また切れたよ。すみません、なんか調子悪いんですよね。なんか切れちゃう、変なとこで切れちゃったよね。最後まで聞こえてたかな。ごめんなさい、急になんか切れちゃいました。なんか前インスタライブしながら寝落ちなんかしねえだろとか言ってたけど、寝落ちしそう。なんかありますか皆さん。変なテンションになってきました。ひろき、何でも答えますよ。っていうかなんか確か4人までできるんだよねこれ。でも4人であれやってもしょうがないか。そうだよね、意味ないもんね。なんかあるかな。進路ね、何で何でコラボすればいいのか分かんなくなってきた。もう起きる人たちがいるからね。夜にひっそりやりたかったのに、もう朝になってしまった。何があるかな。ガル、お腹空いてきたよね。いやー、マッサージ行きたい。この子にしようかな。待って、おはよう。おはようございます。ちょっとマジですか、ちょっと待ってください。ちょっとおはよう。おはようございます。ちょっと夜勤終わりなんでマスクだけさせてください。全然全然すいません。ちょっと待ってください。ガチの人生相談。大丈夫ですか。ちょっと大丈夫ですよ。朝方に、ちょ、ごめんなさい、ちょっと。こんにちは。こんにちは。すいません。お疲れ様でした、夜勤。ありがとうございます。うわ、やばい。ちょっと待ってください。佐藤って言います。お願いします。お願いします。初めてだわ、名前名乗ってくれたの。さあ、ちょっとスクショだけいいですか。どうぞ。ありがとうございます。どうしよう。大丈夫ですか、話しちゃって。うん、もちろん。将来についてなんですけど、うん、僕ちょっと今専門学生
出て今2年生なんですけど、うん、今就活中なんですよ。ほう。で、ちょっと待ってください。で、それと同時に、自分でなんかアパレル的なことをやってまして、うん、ずっと絵を描くのが好きなんですよ。うんうんうん、でそれでなんか洋服に絵を描いて販売するっていうのをずっとやってて、うん、でそれが最初趣味だったんですけど、うん、それが何でしょう、ちょっとみんなに知れ渡って SNS で知れ渡ってって、うん、それがお金に変わった時になんかすごいやりがいっていうか、これで生きていきたいって感じちゃって、うん、専門学校行った時は広告代理店とかで広告とかをなんか会社に勤めてやろうかなと思ったんですけど、うん、その夢が変わっちゃって、うんうん、もう個人で一人で絵を描いて、それでそのなんていうんですか、説明しづらいんですけど、そういう服の業界で生きていきたいなって思っちゃったんですけど、うんうんうん、それってなんかあんまり、なんでしょう、自分の中ではその将来性があんまちょっとよく分かんなくて、こう、それでなんて言うんでしょう、それで生きていけるのかなっていう不安がずっとあって、なんか日に日にでもそれで生きていきたい、でもそれで生きていけるのかみたいなずっと悩んじゃって、うんうんうん、ヒロさんってバンド組む前ってなんかやりたいことがあんまなかったって言ってたんですけど、うん、なんでしょう、僕は就職をしてなんか行った方がいいのか、フリーターになって夢を目指した方がいいのか、なんかヒロさんの言葉を聞きたいなと思って。なるほどね。でも、なんとも言えないけど、はい、でもまあ何やるにしても、はい、そりゃなんだろう、まあ食っていけるかなっていう心配はあるよね。そうですね。むしろ俺らもそれは全然あってだしね、これで、はい、ていうかむしろなんだろうな、そんなことでも考えてなかったかな。はい、ああ、なるほど。さすがですね。いやいやいや、バカなだけなんだけど。そんなことないです。最初は、はい、本当になんだろう、食って一番最初。なんか給料というかお金もらった時、はい、俺はすごい違和感だったから。あ、はいはい、だから逆にそのなんだろう、佐藤くんが絵を描い、服に絵を描いてそれを売ってお金になった時にこれを仕事にしたいって思った感覚は、はい、すごい大事なことだと思うから、はい、なんか俺はどっちかっていうと、なんで自分の好きなことやって金もらえてんだろうっていう思いだったから、はい、意味わかんなかったから俺は思って、今でもそうなんだけど。あ、そうですよね。何代なんこれっていう。ああ、なるほど。なんか、はいはい、そのサラリーマンだったらさ、はい、与えられたタスクとかその仕事があってさ、はい、それをこなして働いた労働の時間分の給料をもらう、はい、サラリーをもらうでサラリーマンなの分かるんだけどさ、はい、なんかこれ何の金これ入ってんの毎月みたいな。確かにそうですね。って思うから、はい、なんかまあ何に対しても絶対不安はあると思うよ。はい、あります、ずっと。本当にこれでいいのかなとか、これで稼いでいけるのかなっていうのは絶対あるけど、はい、でも
まあブランドやるってなって、服売るってなっても、まあ何を目指すかだね。はい。なんだろうな、例えばそのブランドをもう完全に確固たるものとして確立させて、なんか、なんだろう、まあ、ラフシモンズとか、なんか今一線で行ってるブランドがちょっとみたいな感じの立ち位置まで持ってきたいのか、それともまあなんかその、なんだろう、別にこれは妥協してるとかじゃなくて、そこまでの位置に行かず、その行くわけではなく、自分がある程度生活できるまでを見越しているのか。今のところは、一応ちょっとなんかブランドは持ってるんですよ。一応販売サイトというか売って持ってて、で今はなんて一点物的な感じのを販売してるんですけど、それと同時にそのグッズとかあるじゃないですか。マイファスストーリーとかそういうグッズみたいに、自分のなんて言うんでしょう、デザインをして、それを大量生産して、今ちょっと大きいブランドにできたらなっていうのが今の一つの夢なんですよ。なるほど、なるほど。それを就職してしまうとできないんじゃないかなっていう。なんで？時間があれかなと思ったんですけど、なんかあるじゃないですか。ちょっと僕就職あんま詳しくないんで、残業とかなんかそういうのがあるのかなと思って。ああ、そういうことね。そうな。まあ、それに関して俺も詳しくないからな。そうですね。あと、就職してないから俺。もともと何でしょう。なんか、なんでしょう。普通っていうのがすごい嫌いで、なんか、なんでしょう。誰かの下で、すごい失礼になっちゃうんですけど、誰かの下で働くっていうのがあんまり好きじゃなくて、なんか自分の頑張りで、なんか、なんて言うんだろの仕上がっていくというかね、う。認めそうらいれうのたい。が、そうです。なんか、安定したみたいなのがすごい嫌いで、そうまあね、そうだんね。まり、こんなことを言っちゃあれなんですけど、わがままなんですけど。安定、まあそうだね。ヒロさんはどうやって、なんかフリーターとかしてました？してフない。リーしてないんですね。安定、安定したくないか。すごい夢だな、それは。よく言われます。じゃあ、アーティストとして、成功しても、給料が毎月変わっていく方がいいってこと？そういう自分の頑張り次第で、なんでしょう、なんて言ったらいいんだろうな、なんだろう、とにかく多分個人でやりたいのかなってちょっと自分で解釈しちゃってるんですけど、今みたいにこういう依頼を受けて、それを個人で頑張って、それがお金に変わるみたいな経験しちゃったので、なるほどね、なるほどね。でもあんまり何言ってるか分かんないんですけど、わかるよ、わかるよ。そういうことか。自分の対価報酬として欲しいってことね。そうなのかもしれないです。まあ、それがだって変な話、自分の価値でもあるし、承認欲求でもあるからね、それが。でも、もし、例えば、それで、生活していくってなったら、そうなんです。そうなんです。その子からもらったお金だけじゃ、きっと生活できないかったでしょ。はい。
ってことはさ、もっともっと売ってかなきゃいけないじゃん。そのためには多分個人でやるっていうのはしんどくなってくんじゃないかな。そのまあその自分オーナーというか社長は自分で別にいいんだけど、なんかまあプラスアルファ一緒にやってくれる人というか支えてくれる人、あとまあ変な話、いろいろ自分で進んでいくと絶対あの暴走するときあるから、人間って。そうですね。暴走&瞑想するときあるから、はい、それをこうちゃんと正してくれる人、はい、と一緒に絶対やった方がいい。一人でもちろんやるのもいいんだけど、はい、特になんかその自分でアーティストとしてやりたいっていう思いがあるんだったら、なんかこう自分と同じ感覚持ってて同じもの見えてて、はい、でなおかつ自分の感覚に近くない人、はい、でちゃんとこうあの指針を正してくれる人を見つけてやってったら、はい、多分もっと楽しくなると思うよ。なるほど。し多分そういうなんかその不安もなくなる。ちょっと人で一人で考えすぎっていうあれですかね。これで食っていけるのかなっていうものがそんななくなると思う。ああ。ただその分その自分に入るお金はちょっと減るけどね。そうですね。そこの一緒にやってるパートナーに払う給料があるから。はい。でもそれはその人の逆に対価報酬で上げてるってことだから、確かに考え方としてはね、自分の作ったもの例えばじゃあ5000円で売れました。はい。5000円で売れて、でそれは自分の価値なわけじゃん。はい。でそれが売れるまでに動いてくれたパートナーの対価報酬があるじゃん。はい。なその5000円から佐藤くんがまあ折半にするのか、それとまあその歩合にするのかっていうのを、まあまあもうそれは別に話し合えばいいと思うけど、まず見つけてからね、はい、うんっていうのを人を見つけてったら、お互いこうなんか切磋琢磨し合って生きていけるだろうし、なんかどうするどうするどうしよっかっていう風になると思うから、はい、うん、パートナーいいと思うよ。アーティストのパートナーじゃなくて、その自分のディレクターのパートナーね。なるほどですね。うんうんうん。いや、ありがとうございます。参考になります。すごい。まあでもこれは結構まあもはやなんだろう。まあそうね、やるって決めてからの話だから。はい。まず、就職しなくした方がいいって先生に言われて、うんうんうん、まあそりゃそうだな、そりゃそう言うよな絶対。まあそうですよねと思って、うん、あんまり乗り気には話してくれなかったんで、ちょっと一回、うんうん、なんでしょう、ヒロさんがちょっと最初の方似てるなと思ったんで聞いてみたいなってずっと思ってて、うん、なるほどね。もし、はい、今、はい、夜勤とかしててバイトとかしてて、はい、そのお金で、はい、生活が苦しくないんだったら、はい、生活して、まあ、生活が苦しくないプラス自分のその作業する上での時間効率が悪くないのであれば、はい、別に就職しなくてもいいと俺は思う、うん、でももし今の生活がしんどいのであれば、はい、あのまあ労働時間とか給料とか
職場の携帯がちょっと死んだのであれば、はい、まあ就職して服をやるっていう選択も別に全然ありだと思うよ。そうですよね、うん、すごい支えになります。ありがとうございます。いやいやいや、分からんけど。一つだけ質問なんですけど、うん、ヒロさんとかのライブの時の、うん、衣装とかって、うん、そういうのはなんか何ですか、どうやって頼まれてるんですか。どうやって頼まれてるってどういうこと。なんかあれ、衣装ってなんかあんまりあれですか、何でしょう、カスタムというか、うん、一点物みたいのはしない感じですか。そう、ないね、基本。ああ、友達が服屋やってるから。ああ、なるほど。そこでメンバーで買いに行ってるよ。ああ、そういうことですね。うん、あとまあ普通にスタイリストの人に頼んでもら頼んでもらってとか、まあ、頼んで持ってきてもらうことも結構あるけど、はいはい、うん、なんか自分でとかメンバーで服買いに行って、はい、っていうことが結構あるよ俺らは。ああ、そういうことですね。うん、ちょっともうなんか頭回んないんですけど、ありがとうございます。そうだよね、夜勤明けだもんね、ごめんね。いや、そんなことないです。ちょっともうずっと見てて。すいませんね、こんなだらだら喋ってるだけのインスタライブ。はい、あれ行きます、ツアー行きます。あ、ありがとう。はい、当たったんで行かせていただきます。ありがとうございます。なんかみんなに T シャツあったらバッて今広げてみたら。あ、ちょっと全部売れちゃったんですよ。ないんかい。あの、昨日北海道の方に、なんか北海道とかいろんなとこ送っちゃって。あ、なるほどね。そう、一点物なんで、あんまりなんか。あ、そっかそっか。どうしよう。あの、壁。壁？こんなの。なんかさっき見たいみたいに言ってた人がいたんで。うんうん。ちょっと携帯持って、近く。僕、アキラ好きなんで。あー、ぽいぽいぽい。これ、アキラ書いて。みたいな、あの、なんだろう、あの、インスタのアカウントがあるんで。うんうんうん。え、それ言っても大丈夫ですかね。もちろんもちろん、ガンガン宣伝してよ。irumu.official で出てくるんですけど、イルムですね。イルム、イルムオフィシャルです。ちょっとアカウント変えちゃったんですけど。もしよかったらぜひぜひ、ちょっと皆さん見てみてあげてください。すいません、ありがとうございます。ライブ楽しみにしてます。頑張ります。ごめんなさい、こんな変な話聞いて。いや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 、全然変な話じゃないでしょ。ありがとうございます。マジで嬉しいです。よかったです。はい、じゃあちょっとまだみんないると思うんで。うん、ありがとう。ありがとうございます。はいはい、頑張ってね。はい、頑張ります。おーい。いい子だ、戻ってきた、なんかいい子が。ちょっとじゃあ次最後にしようかな。ミスター、誰がいい最後。誰がいいかな。じゃあこうパッと切ってさっと。
どうした？自分、嘘、自分すいません、どうしました？うん、そうだうまく言葉にできるかわかんないんですけど、うん、いいよ雰囲気で。自分が、なんていうの、例えば別にこれといったことからわけじゃないんですけど、うん、その日常の中でやりたいこととかこうしたいんだよねっていうことがあっても、うん、なんていうんだろう、自分のなんか、なんていうんだろう、体のペースっていうか、なんかそういうのが難しくて、うん、どうしてもなんか自分はこう思ってても追いついてくれないみたいなのあるんですけど、うん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 、でなんかそれを友達っていうか人に相談しても、うん、なんか逃げてるだけみたいな。うん、そんなこと言ってくれていいの、うん、そういう風になんか言われちゃうんですけど、うん、なんかでも自分でもなんかそれなんかそうなのかなって思うしかなくて、うんうん、でもなんて言うんだろう、自分がしたくてもできないみたいな、そういうのそこで悩んでるんだけど、それで逃げてると思われちゃうから、うん、どうしたらいいんだろうみたいな。なるほどね。それは結果最終的にその行動はしてるの？しようとするし、うん、できることからって言ってやろうとはするんですけど、うんうんうん、うん、どうしてもやっぱできなかった時とかっていうのがあって。うん、でそれを相談っていうか、なんかそれを私の様子を見ている人からしたらなんか逃げてるようにしか見えないみたいな。なるほどね。そう、それはその何においてもってことですか？何においてか、うーん、その例えばなんだろうな、じゃあ宿題があったとして、うんうんうん、それやろうと思ってる、うん、うん、でもなんかちょっとまあ、ちょっとまあ面倒くさいとか、うんうん、あと故障持ってないとかいろんな理由があってまだやってません。でもやる気はめっちゃある、うん、でも周りから見たら、いや結局やってねえじゃん、めんどくさだけなんでしょって言われるけど、うんうんうん、結果期日までに、まあ期日過ぎても結果その宿題はやりきったことはあるんですか？それがどうしてもできない時もある。あ、でもやりきったこともある。うんうんうん、うーん、なるほどね。したら、いや、したら別になんか友達からしたらそんなの関係ないと思うんだけどな。これが例えば大きな夢で、なんか海外に住むのが夢、うんうんうん、でそのためにもう本当は今にすぐにでも行きたいけど、なんかなんだろう、いろいろあっちでの家とかの準備もあるしみたいな、まだいろいろ引っ越せてないんですって、いや結局それそんなこと言って留学しないんでしょって言われてるのだったらわかるけど、うん、なんかそのちっちゃいことを何個もクリアした上でそれを言われてるのちょっとよくわかんないね。なんか、うんうんうん、そう、それで傷つくことが多いっていうか、なんかやっぱりだからその人と人ってやっぱどうしても他人同士だから、うん、100% 分かってもらうっていうことは多分絶対できなくて、う
なんかだろうな。なるほどね。うん、まあでもそのペース、そのペース自体は別に自分では嫌いではないんですか？いや、大嫌い。あ、嫌いなんだ。うん、大嫌い。嫌いなんだ。うんうんうん。あ、なるほどね。うん。やりたくの、こうしたくてもできないみたいな自分がすごい嫌になっちゃっていうか。なるほどね。まあ人間の体って慣れでできてるからね。うんうんうん、多分そのペースがもう自分の体の慣れとして染みついちゃってるんだろうけど、いやでもすごいわかるよその感覚、俺も超あるから。どうですか？めちゃくちゃあるよ。ああ、そっか。あの、うん、てかみんなあるんじゃないかな、これ見てる人たちもわかるって人多分ね超いると思うよ。うんうんうん、わかんない、多分その友達もそんなこと言ってるけど、その自分が掲げた目標とか一個一個完璧にお前やってきたのかって言ったら、そんな人間いないから、この世に。確かに確かに。絶対にいないから、そんな強い生き物じゃないから人間って。うんうんうん。超弱いし、何度も何度もその自分にも人にも嘘ついてきたくせに、うん、急に人にも冷たく扱いたくなる生き物なだけだから、うんうんうん、まあ自分も含めね、うん、だからこんな強い人間いないと思うし、むしろ俺もなんかそれで守れたことの方が少ないんじゃないかな。なんか期間決めて やるってやったことは基本守れてたりするけど、うんうんうん、うん、あんまないじゃないね。なんかほんとバンド始めたての頃とか、うん、まあ、歌に関して毎日これの練習をずっとするとか、うんうんうん、まあ今でもそうだけど、うん、なんだろうな、まあまあまあめっちゃわかりやすく言うと、例えば一番最初にギター買った時とかに、うんうんうん、もう超絶上手くなってやるみたいな感覚だったけど、うんうんうん、結果コードしかわかんないみたいなさ、うん、ありがとうございます。ソロなんか全然弾けないしで止まってるから俺も今、うんうんうん、だからなんかその思い描いた頃と全然違うっていうのはよくあることだと思うよ。うんうんうん。なんかそこはそんな気にしなくてもいいとは思うけど、うん、やりたいことがめっちゃあって今のペースが嫌だって言うんだったら、うん、無理やりケツ叩いて行動させる期間、自分自身も、うんうんうん、もう3ヶ月続けたら多分きっと習慣化されるはず。3ヶ月めちゃくちゃ短くしないで3ヶ月ね、3ヶ月で人間の体の周期というか性格とかは変わっていくっていうからね、うんうん、確か3ヶ月だった気がするよ。体の周期は3ヶ月で変わっていくはずらしい。うん。うん。心が半年だったのかな、確か。そっか。うん。でも期間を決めるのはすごいね。頑張れるよ。うん、それを、その期間を。自分のためになんかやるってなった時に三日坊主になる人、うん、ああなりがちかもしれない。ああなりがちなのか、うん、なりがちなのか、ものによるなるほどね。うんうん、うん、例えば
なんか運動やってる？運動今はやってないけど昔やってました。じゃあゴルフやってる？やってない？やってないですね。今からゴルフ1週間に3日通ってって言ったら通える？ちゃんと毎日ゴルフ3日？ 3日そういうのでも1週間で3日。ああ言われたのってちゃんと守れる人？決めたら絶対やろうって思います。ああなるほどね。したら多分大丈夫じゃないかな。そ絶対やろうって思えるのであれば、なんかその毎日毎日いやいやもうあとちょっとあとちょっととかなんかこうカレンダーにバツ印してって、で3ヶ月耐えるまでこの自分のペースをわざと崩す作業をするというか、っていうのを3ヶ月間続けたらきっと習慣化されてって良くなると思うよ。3ヶ月じゃやってみます。ちょっと分かんない、変わるかどうか分かんないけど、もしかしたら逆にもっと早くそのペースをつかめるかもしれないしね。だからちょっとダメ元でやってみて。わかりました、ありがとうございます。全然全然、なんかその今のペースが間違ってるわけでもないので、そんななんかこうがっちり気負いすぎずサクッとでいいので、はい、やってみてください。はい、ありがとうございます。すいませんいいえ、感じかな。はい、そんな最後にこんな私よかったのかっていう。いやいや全然全然よかったです。本当によかったです、ありがとうございます。いいえ、ちょっとどうしようかな、明日の夜やんのかな、やんないかな、やれたらやろうかな。とのことなので皆さん、はい、明日やれたら頑張ります。もう一回このインスタライブすごい素敵でした、本当によかったです、ありがとうございます本当にありがとうございます。では、はい、あの皆さんとは真逆ですけどこれから僕寝ます私も今から寝ますなのであの今から皆さん仕事だったり学校でしょうけどあの頑張ってきてください。勝手に始めて勝手に寝ますけどなんであのまたまたちょっと明日できたらする、明日っていうかもう今日か、みんなからしたら確かにそうだね、今日だね、今日の夜やるかもよぐらいで、でもこんな親身に乗るかどうかは分かんないよっていうぐらいのテンション感であの日によって僕気分屋なんで、雑にバーって言う時もあるし、あの内容によります、質問の内容によります、濃かったらちゃんと乗ります。あとなんかこれあ真面目に乗らないとなんか変な空気になるやつだなとか、あなんか好感度下がりそうだなみたいなやつは真面目に乗りますでもなんかその彼氏がみたいなやつとかはサクッと返しますあの好きな人ができませんとかそういうのはもうサクッと切り返していくこともありますので、あしからずって感じですかねいいですね。はい、すいません、こんな朝までお付き合いいただき、そして今起きた方は、おはようございます寝ます先生お疲れ様でした。いやいや全然疲れてないよあ、よかった。むしろ
逆に寝るまでお付き合いいただきありがとうございました。こちらこそです、本当に。ではでは、皆さん頑張って、はい、習慣化も頑張ってね。ありがとうございます。ではおやすみ。おやすみなさい。